存続し、その後南アフリカ連邦に占領され、南西アフリカという名称に変更、1990年にナミビアという国名で独立を果たした。面積は83万5千100平方キロメートルであり、当時のドイツ帝国の面積の1.5倍であった。1883年、ドイツ人商人アドルフ・リューデリッツが、 大西洋に面したアングラペケーニャ地域を先住民の町から購入した。リューデリッツの町と近接した海岸及び、リューデリッツ湾は彼にちなみ名付けられた。1884年4月24日、イギリスの侵入を妨げるために、ドイツ帝国の保護を受けた地域に、リューデリッツは投資した。1884年はじめ、ドイツ帝国海軍の軍艦。 ノイティルスが、リューデリッツの買った場所を視察するため訪れた。政府から承諾の通知がされ、そして、イギリスから黙認され、ドイツの軍艦ライプツヒトエリザベトが滞在した。1884年8月7日、南西アフリカの地についに、ドイツ国旗が掲揚された。10月、新設された西アフリカライヒ弁務官、グスタフ・ナハティガルが、 軍艦名部に乗って到着した。1885年4月、南西アフリカドイツ植民地協会が設立され、すぐにリューデリッツの失敗した事業の資産を獲得された。リューデリッツは、直後の1886年に、オレンジ川探検中に溺死した。5月、ハインリヒゲーリングが、長官に任命され、オチャイミングウェイにおいて、彼の姿勢が始まった。 クルトフォン・フランソワ大意識下の帝国防衛隊が、1888年初頭に、ドイツ領南西アフリカに配置された。この隊は2人の将校、5人の陸軍家士官、20人の黒人兵士から構成されていた。1890年、イギリス・ドイツ間のヘルゴランド・ザンジバル条約により、内陸への新たな貿易ルートとなる、植民地北東のカプリビ回廊が獲得された。 ドイツ領南西アフリカはドイツ人が多数移住した唯一のドイツ植民地であった。ドイツ人移民はダイヤモンドや石炭採掘という経済的可能性、そして特に農地開墾により植民地に引き付けられた。1902年植民地には20万人の住民がいた。1914年にはさらに9000人のドイツ人移民がやってきた。 おそらく8万人前後のヘレロ人、6万人のオバンボ人、そしてホテントット人と下げまれて呼ばれていた1万人のナマクア人がいた。ウィントフックにあるクリストス教会とズートベストライター像1893年から1894年にかけて伝説的な主張、ヘンドリック・ビットボーイが率いるホテントット族最大の部族、ナマクア人による 最初のホ展テントット放棄が発生し、ドイツの植民地支配に抵抗した。1904年後半にも、ナマクア人は指導者、ヘンドリック・ビットボーイと、黒いナポレオンと称されたヤコブマ連合の指揮の下で、植民地支配に対する闘争が発生している。ヘレロ戦争に敗れた後、ドイツ軍によって、鎖に繋がれた、ヘレロ人同じ年に、ドイツ支配に対する、 先住民暴動がさらに奥地で多く発生し、最大のものは1904年のヘレロ戦争である。ヘレロ戦争の端緒となった事件では、遠隔地の農場が攻撃され、およそ150人のドイツ人移民が殺害された。わずか766名の防衛隊と先住民による補助部隊は、最初は大勢のヘレロ人と数の上で劣勢であった。ヘレロ人が、 後世に転じ、時には、オカハンジャーと、ビントフーク周辺を包囲し、おそなにある鉄道橋を破壊した。ロタール・フォントロッタ中将が指揮を取る1万4千人の部隊が、ドイツ本国から急いで派遣され、1904年8月、ウォーターバーグの戦いにおいて、反乱を鎮圧した。早いうちに、ドイツ軍のフォントロッタ司令官は、ヘレロ人に対し最後通調を発しており、 ドイツ国民になる権利を否定し、この地域を出るか殺されるかを迫った。フォントロッタ司令官は1904年10月2日に、武装、非武装、老若男女を問わず、すべてのヘレロビ島を抹殺する、胸の宣言を発令した。逃亡する手段として、ヘレロ人は、カラハリ砂漠の生誕である水の乏しいオマヘケ、地方へと避難し、多くがそこで飢えて死亡した。 この反乱は1907年から1908年の間に最終的に抑え込まれた。合計で2万5千人から10万人のヘレロ人、1万人以上のナマクア人、1749人のドイツ人がこれらの対立で犠牲となった。この戦争によってヘレロ人の80%以上が殺害され、 ごく少数のヘレロ人だけが隣接するイギリス領植民地へ逃亡を成し遂げた。1915年の南西アフリカ戦役前社国境記号、ドイツ保護領イギリス領1914年9月13日、南アフリカ連邦軍が敵対行動を開始し、ラマンスドリフト警察署を強襲した。ドイツ移民はプレトリア近郊の強制収容所へ移送され、 後ピーター・マリッツバーグの収容所へ移された。ドイツの防衛隊はマリッツ反乱にてドイツ側に立ったアフリカーナー義勇兵軍を伴って抵抗したが南アフリカ軍が圧倒的に優勢であったため地対戦術しか取り得なかった。1915年7月9日最後の防衛隊指揮官ビクトル・フランケがコラブ近郊で降伏した。戦後、 ドイツ領南西アフリカはイギリス管理下に置かれ国際連盟による南アフリカ委任統治領南西アフリカとなった長くアパルトヘイト体制の南アフリカによる実効支配を受けてきたが1966年にナミビア独立戦争が始まり1990年に南西アフリカはナミビアとして独立かつての武装組織南西アフリカ人民機構が 収めている。ドイツ系の姓、建物、事業の多数は今も国中に存在し、およそ4万人に上るドイツ人移民の子孫が今もナミビア国内に暮らしている。ナミビアの郵便はウティーミングに開設された郵便局で1888年7月7日開始された。郵便には同地の地名が入れられていたが、切手は 本国ドイツの切手をそのまま用いた。その後、郵便局は増加したが、特に植民地用の切手は発行されていなかった。1897年5月、ドイツ切手にドイツュ、ずーっとベストアフリカとの文字をかずりした、植民地用切手が、初めて発行された。1898年11月15日、かずりの文字が、ドイツサドウェスタフリカ、 とハイフンを省いた形式に変更された切手が発行された。1900年、他のドイツ植民地と同図案のヨットを図案とした整スリー切手が発行された。1906年以降は紙にスカッシュが入れられた。第一次大戦中も植民地用の切手は発行されていたが、最後に発行されたサンマルク切手は1919 19年の発行であり、 交通が途絶していたことから、植民地内で販売されることはなかった。これらの切手は、3ペニヒや5ペニヒといった、高額の切手であるが、ベルリンなど、ドイツ本国で収集家向けに販売されたため、現在でも1米ドル前後の価格で、現在も入手できる。他の切手の中には、数百ドルもの評価を与えられているものがある。特に、スカ入り切手の中でも、 植民地が南アフリカからの侵攻を受ける直前に発行された切手は極わずかしか使用されなかったとみられる。したがって使用済み切手の評価は密使用切手の10倍以上にもなっている。このため偽商の使用済み切手が数多く存在しており、その収集には注意が必要である。行政長官弁務官管理官総督。ありがとうございます。